はい、どうもこんにちは、まさやんです。今回も、実況動画を上げていこうかと思います。今回は、久しぶりに、ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブンの方をやっていこうかと思います。ね、前回どこでやめたかどうかちょっと覚えてないあれ状態ですけどもね、久しぶりにやっていこうと思います。なぜか恐竜。夢がある。あれはジョジョのレクイエム。あ、ジョジョの。ジョジョじゃなかった。ロッキー山脈霊の村。パート7、スティールボールラン。一斉に襲ってくるぞ。ジョニー・ジョースター。ああ、弱いわけね。あー、くそ。ジョナサン、ジョナサン早く、ジョナサン早くしてよ。えい。おった。これ扱いづらいな。あー、違う。デカードか。まずは恐竜の前にはどんな抵抗も無駄。うわ、負けたし。一斉にオープンだけ。間違えた、また間違えた。スローダウンさん、あだで攻撃をする。あだで攻撃をする。うわ、くそ。恐竜化された人たち、手荒なことをしてすみません。言ってる場合じゃない。まだディエゴ本人が残ってる。扱いがむずいな。
恐竜どもを倒すとはな。ちょっとばかり頭数が足りなかったか。ジャージョ、俺たちの因縁の糸はよほど強固に結ばれているらしい。この世界でもお前と出会うとはな。おい、俺はジョジョを抹殺せねばならん。それが我が宿命。お前は馬に乗った男を片付けろ。後から来て勝手なことを言う男だな。だが利害の一致ってやつだ。俺はジョニーを始末したい。ジョニー気をつけろ。あの男は吸血鬼だ。恐竜に吸血鬼、何でもありだな。ゴースタイル吸血鬼、スタイルスタンドスカイ騎乗。ここで決着をつけてやる。人知を超えた怪物コンビ、奴らを近づかせてはいけない。確かにな。ジョニー・ジョースターは俺にとって最大の試練。行くぞ、ジョジョ！オープンザゲーム！あ、くそ！やめろ。お前に遺体は渡さない。恐竜の胴体視力についてこられるか。こんなに素晴らしい力を手に入れたぞ。スローダウンさん、俺に形に攻撃をする。無駄になるぞ。フラフラしているぞ。うわ、くそ。いいだろう。こんな攻撃を手に入れた。苦痛を与える。クソ。何だって。大したことないんだよ。この俺が負ける。スローダウンさん、あなたに攻撃をする。シルバーバレット、こんなに素晴らしい。このデュオのために最後まで戦う。まだ大丈夫だ。ランキーなんだよ。スローダウンさん、グダムダムだ。よし、このディオ一人で十分なんだよ。攻撃を受けすぎだ。素晴らしい力を。何？モンキーなんだよ。
倒さ、清めてやる、その汚れたる野望。このデイオが後に攻撃をする。こんなに来い、頼む、追う後に続いてくれ。それだ、おらありがとう、ジャイロ。あの二人から底知れぬ悪意を感じる。爪弾を食らえ、怪物ども。手強えな、相変わらず。多少やばいな、お前の爪だ。迂闊にあまりそばへ近づけないか。そのエネルギーは危険だ、あってはならない能力。試練は克服して必ず殺す。穏便じゃないな。精神の爆発力認めよう。貴様の身につけた波紋、素晴らしいものがあったことも認めよう。なおさら、なおさらのこと、貴様を惨殺してやりたくなったぞ。また消えた。どういう結論やね。あの男はバレンタイン。もはや言うまでもないことだろうが、念のために言っておく。これは私の能力とは違う。誰だ？ジャイロ。あのお方を狙うテロリストはよ、今ここで完膚なきまでにぶっ潰す。そんなこんなことが。死んだはずのジャイロが。いいか、ジョニー・ジョースター、スタンド能力を限界まで使え。友を救うために必死になってこの私を倒せ。キャラクター選択。あれ？あれ？あ、なんか。なんという皮肉。なんという奇妙な運命。決着をつける権利は僕にだけある。いやいや、いやいや、もう強いやろ。ジャイロがバレンタインと一緒に襲ってくるなんて。ジョニー、助
戦わなくてはならない。心を強く持つんだ。バレンタインね。お前の可能性を見極めさせてもらう。ジョニー・ジョースター、行くぜテロリストども。オープンザゲーム。強いぞ。いや強いで。援護を頼む。続いてくれ。サンライトイエロー。オーバードライブ。やれるぜ。いいよ。すごくいい。おら、大丈夫か。おら、優しくないぜ。あなた攻撃をする。攻撃をする。死なれては困るのだな。かなり攻撃をする。まだ大丈夫か。おら、大丈夫か。攻撃を受けすぎだ。お前が邪魔している。行くぜ。好きだらけだな。行くぜ。鉄球の無限回転エネルギー炸裂しろ。誰も見たことのない黄金長方形のパワー。やるじゃあないか。強い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 。いや強い強いって。アクソ外した。よし、いよいよジョニージョニーよ。お前の力は私が使ってやる。耐えてみせる。かなりやる。よし。何かおかしい。あのバレンタインという男、攻撃に殺気がない。ジャイロ、僕のことがわからないのか。くれるぜ。ジャイロ、僕のことを覚えていないのか。思い出してくれ。前みたいにくだらない歌やギャグを聞かせてくれ。どんな話やね。ああ、今覚えたぜ。もう忘れねえ。お前さんが心底ムカつく野郎で、今度会ったら
絶対に鉄球食らわせてやるってことをよ。ザイロ、ジョニー・ジョースター、お前のスタンドなら先手を取って命中させれば奴に勝てるかもしれない。あるいはもう一人可能性があるとすれば、お前たちと行動を共にしているジョルノ・ジョバーナ、あの少年の能力も奴に届く見込みはある。だが全ては遺体が揃ってからだ。なんだよその意味深な言い方は。あのバレンタインという男、攻撃に殺気がなかった。僕たちを試しているみたいだった。僕の遺体が共鳴してる。近くに聖なる遺体があるんだ。どこにあるんだ。ジャイロ、乗客部を手に入れた。一つか。友達も遺体も何もかもなくしてしまった。ジョニー、君の気持ちはわかるよ。僕もたくさんのものを失ったから。でも今は遺体を集め直して異変に立ち向かうことを考えるんだ。それがきっと君の友達を救うことになるはず。難しいな。短かったな第7章。はい、どうもご視聴ありがとうございました。久しぶりすぎて腕がなまっていて敵も強く、ギリギリの戦闘でしたね。いやーもうクリアできそうないかもしれません。まあこまめにちょっとレベル上げも含めてやっていこうかと思います。それでは、どうもご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。